50課では謙譲語を勉強します。尊敬語は相手のことを挙げて尊敬する言い方ですが、謙譲語は自分が下がって相手を尊敬する言い方です。50課では11個だけフレーズを覚えましょう。それではスタート。呼びます、お呼びします、呼びます、お呼びします、しています、しております、しています、しております、来ます、参ります、来ます、参ります、行きます、伺います、行きます、伺います、聞きます、伺います、聞きます、伺います、見ます、拝見します、見ます、拝見します、言います、申し上げます、言います、申し上げます。食べます、飲みます、もらいます。いただきます、食べます、飲みます、もらいます。いただきます、あげます、差し上げます、あげます、差し上げます。知っています、存じ上げております。知っています。存じ上げております。会います。お目にかかります。会います。お目にかかります。はあ、社長、そろそろタクシーお呼びしましょうか。まもなく電車が参ります。危ないですから、白線の内側でお待ちください。はい、はい。はい、では2時に伺います。あ、先生すみません、はい、ちょっと伺いたいことがあるんですが、今よろしいでしょうか。はい、どうぞ。お水どうぞ。あ、いただきます。あ、この本いいですね。差し上げますよ。いいんですか。ねえねえ、はい、サムライちゃんって知ってる。え、よく存じ上げております。先日駅で社長の奥さんにお目にかかりましたよ。お、綺麗な奥さんですね。そんなことないよ。最後は丁寧語です。丁寧語は相手を上げたり自分が下がったりすることはありません。言葉を丁寧にして相手に尊敬している気持ちを表す言葉です。です、でございます、です、でございます、ですか、でいらっしゃいますか、ですか、でいらっしゃいますか、あります、ございます、あります、ございます。でございますは物を丁寧に言うときに使う言葉です。例えばレストランで商品を出すとき、店員さんがこちらがパスタでございますとか、こちらが唐揚げ定食でございます、こんな風に丁寧に言います。ビールと唐揚げお願いします。はい、かしこまりました。他に何かご注文はございますか。いや、大丈夫です。はい、ありがとうございます。で、いらっしゃいますかはですかの丁寧な聞き方です。例えばこんな風に使います。ズー先生でいらっしゃいますか。はい、そうです。呼びます、お呼びします、しています、しております、来ます、参ります、行きます、伺います、聞きます、伺います、見ます、拝見します、言います、申し上げます、食べます、飲みます、もらいます、いただきます、あげます、差し上げます、知っています、存じ上げております、会います、お目にかかります、です、でございます、ですか、でいらっしゃいますか、あります、
ございます。はい、終わりました。ご清聴どうもありがとうございました。何かご意見やご質問はございますか？ぜひコメントしてください。じゃあねー。 Cùng đón chờ diện mạo mới của Dũng Mori。 Chạm vào là học。 Tính tiến độ học。 Flashcard kanji。 Luyện nghe ngay ở bài tập。 Xem tài liệu dễ dàng hơn。 Check thông báo đơn giản。Chat trực tiếp với Dũng Modi nhanh chóng. Dũng Modi học mọi lúc, mọi nơi.